ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションフルジュビター、始めていきましょう。今回はエルナード欧州と公式戦を行います。この状況、 A がだんだん増えてきましたね。強いチームですね。昨年4位で持ってます。1人ずつ変えていくぐらいかな。宮田です。強いのは3人の攻撃的チーム、エルダード欧州。ホームに戦います。難しい試合はできないはずですが、先制されたんだ。いきなり点取られました。エルダード欧州は高さもあります。前半3分いきなり点取られましたね。ミランコ、サチコが取ってきました。うん、ですよね。ミオ、ダイのパス、ユーナ、同点。戻します。チャンスだが、これは右に添えてしまった。あとは当たりに行くんで、結構ブロックはきついです。見て、ボールを渡してしまった。さあ、ミランコ。危ない。すれば、ペナルティキックも耐えてたから。ユーナです。これは厳しい。ミオが。ラインパスが。マノカ。勝ち越し。決めましたね。キーパーが窓から来ましたからね。
交代してます。ディフェンダー、ディフェンダー強化ということでしょうか。これが2点差になると攻撃的不陣になるので気をつけなければいけません。ユーナだけは疲れている。エリカとチェンジです。そのままにしときましょう。ミホが深く出ている。これ直接行く？これが取った。さあこれは外行きます。チアボールのスローインです。さあ何か飛び込まれるか。ダメですね。おお、それをミラークは取ってしまった。危ない。これはコーナーキックになってしまう。夏木は直接キャッチ。さあ中盤が疲れています。中盤クレレーンの2人が振り切りました。これはちょっと厳しいか。エリカ取りました。危ない危ない。攻撃早い。なんとか逃れました。あっと、ミランコに入ろう。インテリア外で防ぎましたね。今度は縦パス。これオフサイドなんだ。これオフサイド成立してしまうのか。どう思ったのよ。時間が10分、あと10分です。結構上がっている。シュートが打てない。相手をかなり疲れてますね。すぐ追いつかない。ここに飛び込んでくるがボールが流れてしまう。さあ残りがあと2分、もう少しです。試合終了ですね。勝ちました。前半4分、もういきなりこれ決められてしまいます。ミランコ、高さのミランコ、ユーダー同士に先制されます。その直後、前半16分でした。今からユーナがヘディング。最後、うまいですね。今からシュートが右に流れてしまう。さあここで試合を決めたのがこのミオ、マロカの連携でした。ミオがでも近づいた、躊躇せずシュートを打ってゴールに叩き込みましたね。これで、この試合の得点は終わりです。危なかった。ほとんどスタミナが残っていない。ということでボロシア率は高いですね。シュートを
多く打ってる。いきなり点取られましたからね。1点差の勝利。ここはないか。リマッセ大阪は勝ってるので勝ち点3点差は変わりません。スジョンガです。やっぱり強いな。特にスタミナがすごいなのでからも強いってことね。まあキック力とか細かいとこは確かにCとかが多いですが、まあ、ハートも強いしフィジカル一辺倒で攻めてくるスジョンガは怖いチームになるんじゃないでしょうか。ここをしっかり勝ち抜けばアジアチャレンジトロフィー決勝進出となります。はい、というわけでみゆきがちょっと疲れてるけどみゆきだけだから大丈夫だな。疲れはちょっと深刻かもね。はい、というわけで次回スジョンガ戦をお届けいたします。お会いとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にブログ、ツイッターのアドレスございます。ツイッターぜひフォローお願いします。またカルチョビットアーのプレイリストも概要欄に URL 記載してます。ブックマークできるようになってますのでぜひカルチョビットはお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。